はい、では本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまず自己紹介からお願いいたします。はい、Kです。はい、ではKさん、Kさんは最初どんなお悩みがありましたか？周りの人からちょっと太ったねと言われて、夫からも指摘されたので、自分仕事辞めて時間があるからちょっと間食が止められなかったんですよね。これやばいと思いました。そうだったんですね、はい、お悩みを解決するために何かされてきましたか？ちょこちょこダイエットっていうのをいろいろしてみました。でもやっぱりリバウンドするんですよね。そうなんですね、はい、では、なぜ、当院を選ばれたのですか？チラシを見ました。はい、はい、チラシを見て、はい、整骨院のダイエットってどんなのかなと思って電話してみました。ありがとうございます。実際に、施術、ダイエット整体を受けてみてやってみた感じというのはどうでしょうか？はい、最初のカウンセリングで丁寧に説明していただいたので、自分でもやれるかなと思いました。はい、目標体重10キロ減を達成しようって食事制限頑張りました。はい、それで頑張りましたもんね。はい、はい、ありがとうございます。運動はなかなかできなかったです ね, ねなかなかね、時間作るのも大変ですもんね。はい、はいはい、も毎回関口先生のアドバイスと施術のおかげで目標体重になれました。感謝してます。はい、ありがとうございます。もちろん自分も頑張りました。そうですね、頑張っていただきました。はいはい、では最後にですね、はい、ダイエットで同じお悩みの方へ一言メッセージをよろしくお願いいたします。はい、本気で痩せたいと思ってる皆さん、ダイエットって自分だけでするのは大変です。周りのサポートが必要だと思います。適切なアドバイスをしてくれる人がいれば自分を奮い立たせて頑張られると思いますので、ぜひ皆さん山本整骨院でやってみてください。はい、ありがとうございます。はい、本日はインタビューありがとうございました。はい。